ご紹介いたします。弘化3年、これは遡りまして西暦1840年頃なんですが、その時代の新陶器にも残されていることから、かなり古い時代から盛んに回れていたと考えられています。深野神社社家を中心にして氏子によって組織され、氏神様の祭りに舞うほか、金剛書社の祭礼などに奉納していたようですが、次第に後継者に欠け、大正前期に一旦その姿を消します。70年後再び復活の機運が盛り上がり、昭和61年8月に新しい深野神楽保存会が結成されました。以来日夜練習に励み、各地の祭礼やイベントでその成果を発揮してきました。またアメリカジャパンウィークの参加や2回のタイでの公演によって、出雲文化を海外に紹介する大きな役目も果たしてこられました。最近ではジャズやアコーディオン、そして朗読劇や和太鼓、能楽とのコラボレーションにも挑戦されています。平成15年から取り組んだ深野神楽子ども教室の卒業生10名が大人の神楽で活動していて、現在保存会員は21名。懸命に練習に励みながら伝統芸能の保存継承に力いっぱい取り組んでいるところです。それではご覧ください。深野神楽保存会の皆さんによる神楽大和かけるです。
天皇の御代にして王
ことにて候。まず三神楽を奏し、神業を鎮めたまえ。稲の長寿
よいよはほんわけゆく方あずまじや駿河の国にぞ月しなりあずまの国にも月しなりおいやあんはほんようよ駿河の国にもついてそうろまずしばしこのところにおいて恵比寿殿の様子を伺わばやと門をあれこら
に追ってたし、大和だけの御子と下せたもやし。我が知恵をめぐらし、この地より取り除かせんものと思うなりよ。いかに東の恵比寿殿、そもそもこれなるは大和だけの御子となり、なんじらをどごとく打ち滅ぼさんと、自らこの地に待ち受けあり。Oh, yeah.
てみましょう。平成15年から始まった深野神楽子ども教室の第1期生津山貴文さん、どうぞステージ中央へお越しください。皆さん拍手でお迎えください。真ん中の方へどうぞ。神楽終わったばかりですけど、お疲れないですか？息がハハでございます。そうですね、ちょっとゆっくりお話を伺っていきますね。津山さん、先ほどまで出られてましたけど、津山さんは何役で出られてたんですか？私は、東蛭子で鬼役ですね。で、出ておりました。緊張してガチガチだったと思いますが。そんなことないですよ。皆さんも楽しんでおられたと思います。さあ、深野神楽保存会、現在保存会員21名ということですけども、何歳から何歳の方で構成されてるんですか？はい、今、10代から80代で構成してます。学生から、ベテランの大人まで。すごい年齢幅ですね。ありがとうございます、なんかそういった交流もあっていいんですね。なんか若い方と年寄りの方と、ある意味こう神楽を通してイスラエル交流だったりとか、いろんなこう、礼儀作法というわけではないですけど、いろんな地域のことだったりとか、社会のことだったりとか、いろんな神楽以外で勉強するのがすごく多いなと思ってます。そうですよね。ちなみにこの普段はどれくらい練習を積まれているんですか？はい、普段は毎週土曜日夜2時間から3時間ぐらい練習をしています。毎週皆さんで集まって練習されているんですね。そうですね、たまに遊んだりもしてますけど楽しく練習されていると、でもそうしたこう継続した練習で伝統をつないでこられたということですよね。楽しくワイワイしてます。楽しくワイワイ。はい、今日のこの神楽の公演で、新しく神楽に興味を持った方もいらっしゃると思いますし、ずっと神楽が好きで見に来てくださった方もいると思うんですけども、この今後の公演情報というのは何かありますか？はい、コロナでなかなか公演が多くはないんですけども、今度3月にですね、島根県の雲南市の雲南神楽フェスティバルというイベントがあります。これは雲南市内の神楽団体が一堂に会して公演をすることで、深野神楽保存会は5号の1番目に五行という演目をさせていただく予定ですので、ぜひご覧いただき、気にしていただきたいなと思ってます。また公演にも呼んでいただければどこでも伺いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、この他の公演情報は公式のインスタグラムで、そうですね、インスタグラムとフェイスブックをやっておりますので検索していただければと思います。はい、皆さんそちらの方もチェックしていただければと思います。はい、また後ほどもう一回公演していただきますが、演目が変わりまして、ラソという演目ですね。はい、こちらの見どころは何かありますか？はい、ヤトという演目ですが、一般的にはヤマタノオロチと同じ演目の内容だと思っていただければと思います。広島の方や石見神楽をよく見られる方は8頭立てのオロチが多いと思うんですけども、出雲神楽は1頭ですので、ただかといって短く見栄えがないわけじゃなくて、一生懸命待っておりますので、また違った山田のオロチをぜひ楽しんでいただけたらと思いますので、私ももう一回回らないといけないので頑張ります。頑張ってください。また後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。さて、次のステージはアクターズスクール広島の島根スペシャルユニットのステージと島根っ子のコラボステージをお届けします。その前にお得な情報のご紹介です。繰り返しになりますが、全国旅行支援キャンペーンが1月10日から再開されたことは皆さんご存知でしょうか？ただいま島根県では全国旅行支援、ご縁も美肌も島根から島根旅キャンペーンを実施中です。3月31日まで島根県への宿泊旅行、そして日帰り旅行が 20% オフ、最大で5000円お得となります。加えて旅行中に使える電子クーポン島根っ子ペイを平日2000円分、休日1000円分プレゼントいたします。さらに公式サイトで紹介している地元旅行会社おすすめの日帰りマイカープランを土日祝日にご利用いただきますと、島根っ子ペイ
をプラスで1000円